の数調査が行われ、とは 1, まの調査は例年7月15日と16日の2日間、奈良公園内で早朝に行われます。調査を行った奈良の鹿愛護会によりますとことしの頭数は1233頭で去年より51頭増えました。 内訳を見るとオスジカとメスジカはいずれも去年より増えましたが子ジカは去年より少なくなっています一方奈良公園内で起きた交通事故の件数は64件と去年の調査より7件増えており35頭のシカが命を落としていますのの保護護活動をする奈良の鹿愛護会では、 今月公演デビューした子鹿が驚いて道路に飛び出して事故に遭わないように離れて見守ってくださいと呼びかけています。